はい、今回の動画は Google Chrome のちょっとした小技で動画ファイルや音声ファイルを素早く再生する方法をご紹介したいと思います。で、動画ファイルとかですね、音声ファイルをパソコンで再生したい場合はですね、まあ、もちろんね、そのパソコンに付属のですね、そういった再生プレイを使ってもいいんですけども、実はね、 Google Chrome を使ってもね、こういった動画やですね、音声ファイルを素早く再生させることができます。で、そのやり方も非常に簡単で、 Google Chrome をね、これ開いている状態で、その再生したいね、動画ファイルとか音声ファイルをですね、この Chrome の上にね、ドラッグ&ドロップするだけです。はい、そうするとね、こういった形でですね、今こちら動画ファイルになりますけども、 Chrome 上で動画を再生することができます。まあ、ちょっとしたね、テクニックではありますけども、動画ファイルとか音声ファイルをね、ちょっとね、素早く中身を確認をしたいなといった時に使うと結構便利なので、この機能ね、覚えておいてもらえるといいと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。